天山ウイグル王国とは、11世紀から13世紀に、現在の新疆ウイグル自治区に存在したウイグルの作った王国である。西ウイグル王国、交渉改骨、青州改骨とも称される。とはビシュバリク、主に東西の中継交易で栄えた。840年、モンゴル高原の改骨ガ岩国が崩壊すると、各グループは、各敵を報じて試算した。そのうち、 ヒョウテギンの十五部は西のカルルクに亡命しようと清掃したが、ヒョウテギンを放じた一派は分岐し、途中で南化して延期に落ち着き、北帝地方には牧方春率いる一派が拡挙した。そのままカルルクへ清掃した一派は後にカラハン朝を創始することとなる。ヒョウテギンは延期にてガガンに即位し、北帝や青州、臨大などに大官を派遣した。 856年には唐に使者を送り六頭悟ら、骨没密背後ともろく人木、懐立て河岸の称号を受けた。866年、北帝の牧方春は青州、臨大の諸城を攻撃し、占領、天山ウイグルを統一した。870年、ウイグルは霧軍の超純真を攻めたが、西霧海で敗れた。七十五年、 再度攻撃を仕掛けたが敗退した。876年、ウイグル軍は、イシューを攻め落とすことに成功した。以後の記録は、モンゴル時代まで途絶えてしまう。両帝国の歴史書、両氏には、和州海、コツアサツラン海、コツといった名称で記録されている。アサツライ海、コツとは、当時の天山ウイグルの河岸が代々、アルスラン河岸と称していたことに由来する。 900年代から1100年代にかけて、天山ウイグルは、両帝国に朝校を行った。一方、北宋の歴史書、宋史では、交渉会、骨と記事会骨が存在し、それぞれのつてが立てられ記録されている。交渉会骨は、両史でいう、浅津乱改骨であり、その記録は984年をもって終わっている。記事会骨は、記事によった改骨で、 1001年から記録が始まっている。記事解骨について、マスウディの黄金の牧場と宝石の鉱山では、タガズガズは、コランサーンと中国の間に位置する空ー案により、その王はイルハーンと称し、マニキョウを信仰していたと記している。これを、交渉解骨と同じ生態であるか、異なる生態であるかは、議論されるが、藤枝明によると、両者は別であり、 高償海骨は、記事海骨に併合されたとしている。12世紀末の中央アジア1124年、領が金に滅ぼされると、皇族のヤリツ大石は一部のタン族を率いて、モンゴル高原の鎮州カトン城に逃れて、現地の諸部族の力を借りて、天佑皇帝と称した。しかし、この地にも金の勢力が迫ってきたため、ヤリツ大石は、 アルタイ山脈を越えてさらに西へ移動する。移動に際して、ビシュバリクを本拠地とする天山ウイグル王国と衝突し、1131年にウイグル王国はヤリツ大石の部下を捕らえて金に引き渡した。東トルキスタンの横断に失敗したヤリツ大石は天山山脈の北方に進路を変え、1132年頃にウイグルを侵入させる。さらに、 ベラサ軍を本拠地とする東カラハンアサから援助を求められると、東カラハンアサと敵対する、ルク諸部族を破った後、ベラサ軍を占領した。ベラサ軍を征服した、ヤリツ大石は町をグズオルドと解消して、新国家の首都に定めた。ウイグル王国には西領から一人の総督が派遣されて中屯していたが、その戦後が甚だしく、民衆から憎まれていた。 1209年、ウィックル国王バルチュクアルト・テギンは、国将、ビルゲブカの助言を得てその少な感をカラコウジャで、殺害した。翌年、モンゴル高原を統一したばかりのチンギスカンに使者を、送り、基準の意を示した。1211年、これに喜んだ、チンギスカンは、娘のアルアルトゥンをバルチュクアルト・テギンに目とらせた。バルチュクアルト・テギンは、世界征服者の歴史などでは、 ジョチラ・チンギスの四人四次に準ずる、第五位の四次と称されるほど尊重された。以後モンゴル帝国では、ウイグル王家は、ウイグルバオ王家として、コンギラと、ウマイエと並ぶ、バオ家筆頭と称され、モンゴル王族に準じる地位を得ることとなる。モンゴル帝国及び大元朝では、ウイグル出身官僚が、モンゴル宮廷で多数活躍し、帝国の経済を担当するようになった。 この時代、世界征服者の歴史や収士などでは、ウイグル王国方面を指して、ウイグリスターンと呼んでいる。初期のモンゴル帝国では、ウイグリスタンからジャイフーン側に至る地域は、ひとまとまりの地域として扱われ、漢文資料上で、別室八里当初行商所長と呼ばれる、統治機関が置かれていた。5番目の四次として、格別の工具を受けたウイグル王家は、 モンゴル帝国地下で繁栄を続けたが、1260年代に始まるオモデイ家のカイドが大艦たるクビライに反旗を翻したことで、情勢は急変した。チャガタイ家を併合し、中央アジアで急速に勢力を拡大したカイドの勢力はクビライの支配するオモトウルスと対立し、ウイグリスタンは両勢力の構想の最前線となってしまった。1275年には、 カイドゥに侵入したチャガイ家のドゥアが、天山ウイグル王国の首都から、補助を包囲し、時の君主コチカルテギンは、自らの娘を差し出すことで滅亡を免れた。しかし、これ以後もカイドゥルスの攻撃は続き、ウイグル王家はから、補助から、クムル、クムルから英将へと東方に移住せざるを得なくなった。英将に移住したウイグル王家はこの地に定住し、以後ウイグル王家は一時的に、 ウイグリスタンに帰還することはあったものの、基本的には、永城地方の王家として、歴史を終えた。一方、ウイグル王家に代わって、ウイグリスタンを支配したのが、ドゥアをはじめとする、チャガタイ王家で、ドゥア家は14世紀初頭に、カイドゥルスを乗っ取り、遅くとも1320年代のケベクの地勢に、ウイグリスタン支配を確立した。チャガタイ家による、ウイグリスタン支配は、 15世紀以後にもモグーリスタン、韓国に受け継がれた。ベゼクリクセンフッツドのウイグル貴族供養者以降、ウイグルの加害に即位した人物は数名判明しているが、西方のイスラーム政権でも、東方の僧、領、金の書大朝でも断片的な情報のみが伝わる程度で、ウイグル王国の応答すら判明していない。このため、王国の具体的な記録は、 モンゴル帝国時代まで待たねばならない。ウイグル聖戦の後、何時からかは半然としないが、後期には、天山ウイグル王国の君主は、伝統的な、ガンから、イディクトという称号を用いるようになった。初期には、カガンのほかハンやイリグといった称号を用いていたが、本来は、バシュキル族などの君主号だったものを使用するようになったようである。これを、 マニキョウからの影響と見る説もある。元は遊牧民であるウイグルは、この地のオアシス都市国家の影響を受けて、定住化するようになり、東西交易、いわゆるシルクロードの中継地点として、大いに栄えた。元来ウイグル族は突決など同じく、シャーマニズム信仰を有していたが、カラバルガスンヒ文によると、ウイグル化元国時代の初期、ムーカガンが、 落葉大在時の763年頃に、マニ教の僧侶の勘下を受けて、僧侶4名を伴って帰国して以来、ウイグル王公にマニ教が広く普及した。マニ教をもたらしたのは、ソグド人であったと見られている。この地に来てからは、仏教、景教なども信仰するようになり、在来の定住民と言うした。このことにより、中央アジアのトゥルク化が進み、 後にトルキスタンという言葉が生まれることになる。文字はソグド文字から借用したウイグル文字が使用された。これは後にも述べるように、モンゴル文字、満州文字として受け継がれることになる。ソグド語によるマニキョーテンダンカン宗教については、ウイグル王国地下のオアシスト市の定住民は、カン人やトカラ人などに加えソグド人など多民族が、各々コミュニティを形成していた。 主にソグド人が信仰していたマニ教、ゾロアスター教、ネストリウス・ハキリスト教なども行われたが、仏教が最も盛んであった。旧世紀頃までは、トルファンボン地一体の仏教とは主に、カンジミやトカラ人であったようである。ベゼクリクセンフッツ道は、トルファン出土文書によると、東大前期には、菊池交渉国時代創建と思われる、ネイエビスクスジ内市、ネイエビスデラと呼ばれた。 仏教寺院であった。ウイグル王国の重要な特徴として、宮廷内外で勢力のあったソグド人の影響もあって、天山ウイグル王国時代初期には、ウイグル王公の庇護のもとマニ教が流盛し、国境的地位にまでなっていたことが挙げられる。しかし、マニ教の勢力は11世紀には急速に推備し、仏教勢力に国境の地位を取って変わられたようである。 上述の通り、元来ウイグル族は突決など同じく、シャーマニズム信仰を有していたが、カイコツカガン国の第八代、安吉カガンが混流した、カラバルガスンヒブンによると、第三代ムーカガンが、落葉大在寺の762年、内百763年にマニ像にあって、眼下を受け、帰国するにあたってマニ僧4名を連れ帰り、以降カイコツカガン国では、マニ教が、 盛んに信仰されるようになった。これ以降マニ教は、ウイグルのいわば、国教的宗教となった。9世紀後半、天山ウイグル王国が成立し、ウイグル王国がビシュバリクなどオアシスト氏を直接支配するようになると、それまで、漢人やトカラ人が信仰していた仏教勢力を足、マニ教の宗教施設や文書類を大量に作成するようになる。一部では、 仏教寺院をマニ教寺院に改修する場合も見られ、ベゼクリクセン仏道などは新規のマニ教窟に加え、仏教僧侶による僧帽をマニ教窟に改装した例などが見られる。ベゼクリクセン仏道壁画天山ウイグル王国が、どのような経過でマニ教から仏教へ移行したのかはまだよくわかっていないが、10世紀後半までのアラビア語、ペルシア語資料では、トグズグズ、つまり、 ウイグル勢力のの宗教はマニ教であったことが記されている。トンコウやトルファン発掘のウイグル語文書などからは10世紀後半にマニ教寺院の破壊とその再建ウイッグル王族による仏教寺院の混流の記事が見られ、この頃にはマニ教の勢力が衰退に向かっていたことがわかる。11世紀後半の旧力語辞典の著者マフムードカーシュガリーの述べるところによれば、 この頃には天山ウイグル王国は完全に仏教国になっていたようである。ソグド人の伝えたマニ教がウイグル王公の聖戦によってトルハンボン地域にもたらされたが、元来この地域は漢人やトカラ人によって仏教が流生していた。彼ら仏教とは支配層のウイグル語を習得し、ウイグル語による仏教典を大量に制作して、 ウイグル人への布教に努めていたようである。マニ教側もセンフッツ道や文書類から仏教側の構成に対抗すべく仏教と側を取り込む教論を展開するなどしていたようだが、ウイグル王公の仏教への改修などによって勢力は大きく推微し、ついに王国内部から駆逐されたと見られている。モンゴル帝国時代前後のセンフッツ道の壁画には、 ソグド系と思われる寄進者が多数描かれており、ソグド系の人々の多くも仏教に改修していたものと思われる。この頃から仏教勢力より信頼のマニ教寺院などの破壊や仏教寺院への改修が進められ、ベゼクリク戦仏道などの現在の姿に至っている。これ以降モンゴル帝国時代を経て、チャガタイウルスのもとで15世紀頃からイスラーム化が進展するまで、 ウイグル王国は仏教を信奉することになる。19から20世紀に各国の探検隊がトンコウやトルファンから持ち帰った出土文書の中にはウイグル文字やコウイグル語で書かれた仏典も多数含まれている。これらの研究より天山ウイグル王国で信仰された仏教はマニ教の強い影響を受けつつトカラ仏教、トンコウ仏教、ソグド仏教など 東西の諸要素を混在させた独特のものであったことが分かってきている。天山ウイグル王国はマニ教文献の宝庫であり、マニ教国教時代にはソグド文字、マニ文字、ウイグル文字、漢文などで書かれたソグド語、パフラビー語、パルティア語、コウイングル語、漢語の資料が多数発掘されている。これらの資料は宗教学として マニキそのものの救命だけでなく中期欄語書語の重要な資料として言語学的にも貴重である。前半期の王将語モンゴル帝国時代前後のイディクト漢字名は交渉をよくんひ、原始列伝第9より、ケスメズ、サランディ、オグルンチは終始、世界征服者の歴史より、オルクテムルイカは、新原始列伝第13より、アルファベット転写は、ルイス・アンビスの 原子商標役中によった、旧当女や新当女ではこの事件を、僕方春が土番を撃退したとしているが、森安隆夫は僕方春によるクーデターとし、土番ではなく氷的銀加害の勢力を一掃したとしている。森安隆夫、ウィグルの聖戦について、新法女、両氏氷田伊派、藤枝明、交渉、かいこつと吉か伊こつ。 から、梅村、総当、中央ユーラシア、336ページバルトリド、中央アジア市、外説、62ページ、梅村、オアシス世界の展開、中央ユーラシア市、133,139ページ、安倍1955、7から8ページ安倍1955、9から11ページ安倍1955、15から17ページ、同村、 モンゴル帝国史一 p 9 6から97安倍1955、24から26ページ松井2002、89から9、10ページ、安倍1955、43から49ページ、千九百1955、84から89ページ、千九百1955、92ページ二2006、268ページ、あ千九1955、 95から97ページ、アッペ1955、115から116ページ、松井1998、9から10ページ、世界の歴史相当、中央、ユーラシア P337、モンゴル菱産 P84、世界の歴史相当、中央、ユーラシア P445 から452、モンゴル帝国史に P291 から294、 ルイス・ハンビス、デシャピートラ・ワンフンドラ・デート・ジュ・ユアンチェ、デフィフス・アトリビューズ・オメン・アーズ・デラ・ファミー・ユ・インパイ・アレイ、イオ・ミン・アーズ・デラク・ア・マンゴル・ディ、アプレリスト・アル・シノ・アーズ・アフィシル・デラ・ディナスティ・マンゴル、マナ・ラフィス・ジュティ、アン・パーン、v ん、ありがとうございます。